はい、皆さんこんにちは、僕のゲームでございます。ウィラプレイ2020動画ってことで、今回はですね、こちらのベルギー代表 FP ガチャから登場 FP アザシをやっていきたいと思います。FP アザールメイン仕様、略して FP アザ仕様ということでね、過去通常アザールを使用した時に使ったタイトルですね、そのタイトルの FP バージョンアザール、本若でついに FP アザールウィラプレ初獲得ということでね、しかもこの代表のね、ベルギーユニフォームのアザール、かっこよすぎ、10番アザール。アザールといったらドリブル。さあ、世界でもトップクラスのね、圧倒的ドリブル能力からですね、推進力もしっかり、瞬発完走でスピードもあるし、ボディコントロールもね、完走してるんで、もうドリブル突破。今回のアザールがオフェンスセンスが強化されているので、94まで伸ばしてますね。オフェンスセンス、爆上がりアザールは強い。逆足頻度精度ね、左足もしっかり蹴れて、コンディション安定度も高い。ドリブル系目行きがちですけど、アザールは、ヒールトリック、ワンタッチパス、スルーパス。こうパスの方もしっかりできるんで、サイドからね、ドリブルも考えたんですけど、オフェンスセンスがめちゃくちゃ上がってるので、やっぱ真ん中の方で起用しつつもドリブルも入れたいということで、OMF 起用アザールね、代表 FP。ということで今回ですね、FP アザシをやっていきましょう。ゴー。代表 FP アザール、ベルギー10番。アザール、ついにアザシをメインショー FP、ゴー。OK、横普通で2トップ絶好調。行こう、アザール。さあ、アザールがここ行く。いやー、いい。一瞬の隙でね、突破していく。キックフェイントから左足打てますからね、アザー。キックフェイントから左足打てますからね、アザー。アザールのあの細かいドリブルタッチですね、あそこから、まあ、今ブスケツとあそこ一瞬駆け引きあったんですけど、もう逆ついた瞬間ね、スピード乗っていけるんで、アザール。いやー、取られないね。取られないんですよね、この辺やっぱ。うわー、ビーラ取れた。ビーラが取られていくスタイル。あー、どっちかな、こっちか。あー、逆あるね、これ。多分、出してくるよね、やっぱ。スターリングがおそらく仕掛けてくるが、クリア。いやー、アザール、いい動きしてるわ。アザール、ブワー、入らない。惜しい。センスの高さ効いてるよな、やっぱりあそこら辺の動き出して、そこからのあとアザールのもう持ち前の推進やばい、これ怖いやつ、怖いやつですね。これは軸足当てて一回溜めてあげて、ここはいいね、ここで。さあ、そしてここにアザール出てくる、また抜いていく、さらにここも突破していきたい。ナイス、オッケー、オッケー、アザール。いや、ちょっと待って、なんか体勢がおかしくなっちゃったよ、今。ボディフェイントですね。いやー、えぐい。ドリやば。ナイス突破。アザールらしい動きだね、アザール。エデンアザールですね、まさにあれ。いや、見てるな、こっち。これはね、怖いんでね、こういうとこはクリアしたい。おい、やばい、ちょっと待って、やらかした。ナイス、自分で自作自演していくスタイル、どんなるんまね。ここ、アザール。いやー、これ、主力アザール2対0、ナイス、もう1点ね、カンニューアシストだったりしたかったよね。これ、いや、ここやばかったね、これ。ここからここでね、ファンダイクもしっかりかわして、最後もね、狙い定めて、ファース時代めちゃくちゃ多いって感じじゃなかったけどね、アザールドリブルからね、得点奪えたんでね、まだまだいきましょう。ゴッ、ガンガン仕掛けていきたい。調子普通引いて、バラン絶好調、クリバレのとこバランで、特にブルーフェンデス、そしてメッシ、ロナウドでビダル来てね、お願いします。笑顔アザール、まあ、1試合目ね、かなりドリブル輝いてくれたので、この試合も頑張ってほしい。さあ、アザール、アシスト能力も兼ね備えてます。アシスト能力もしっかりパスもできる。だから OMU のところで本当にドリブルはもちろんなんですけど、今みたいにアシストですね、ああいうところもしっかり。いや、ちょっとルカクやばくない？あぶねえ、バランバラン。うわー、ちょっとアザール大丈夫か。アザールが倒れましたが、
軸足当てからこくわ止めてくる。アザールの回転、いやーそれはこれはイエロー出るやつじゃない。これあげましょう。アザールフリーキック決めます。自分でもらったフリー、おおということで、ちょっと待って、これは大丈夫か。アザールなら決めてくれるはず。決めよう、エデン・アザール・アルマテイ。決めよう、エデン・アザール。さあ、ということで、ここで、ということで、まだまだね、アザール、いきましょう、代表別へ。FP アザー使用、まだ1個、おう。いやー、アザール、不調を引いていく。後半8でね、安定しているものの、不調行くこともあるということでね、不調でもやれるんだと。Go! エデン・アザール、FP アザー使用。代表 FP アザールっていうのはまたかっこいいよね。10番アザール、ここ左足パス、もう一個、いやー今のかっこよすぎる。いやーラボーナ、もう一個、いやー今のかっここれすぎる。いやーラボーナ絶対に2度目で打つと思わせてるのね。かっこいい今のアザール、さすがイケメンだからね。アザールはピック来た、アザール、アザールここでの飛び出しでかい。そして右足、ナイス出力、怖いこれ、こういうとこ怖い。まずいぞルカクやめてくれまずいぞルカクやめてくれルカクルカクルカクですね、まあ、簡単には勝たせてくれないと。焦らず行こう、ライカールトがここは OK。 まあ2得点でアザール前半終了。最後後半もアザール頑張ります。アザール負けない、オッケー、これ、そしてこっくー、無理か。アザールのあそこでチャンスメイクをちょっとしていったんですけど、おいて落ち着いてますね、この辺。メッシでドグル、そっちか、うまい。やらせない、こんか、うっそ、うまい、オッケー、デリフト当たっていく。いやー、勝ったか。いやー、接戦でしたね。アザールその中でも。2得点。ハビーニュが1回かけて。これかっこいい。これは気持ちよかったですね。アザール。もうエデン・アザールって感じ。前半で2得点奪えてよかったですね。ということで、アザール、まだまだ行きたいと思います。行きましょう。あしゃー、絶好調来たー、ということで、アザール絶好調、熱いね。アザールお願いします。アザール強い。アザールナイス、オッケー、2枚かわしていくよ、ここは3枚と。アザール今キーパーとディフェンス2枚で一挙に3枚かわしみたいな。運ぼう、わポクバ来るか、ナイス、はい、サイド、いやこれはいやですが、あーいい、スルーパス、よっしゃー、アザールここに来てる。いやーということで2点目決めたところで、お相手終わりのパターンかな。ラスト行こうかな。ラスト試合。最後ね、アザールで、最後もドリブル暴れていきたいと思います。アザール。ラストは代表 FP アザール行きましょう。アザールゴー。オッケー、横普通。最後の試合ね、ハットトリック目指したいけどね。アザールラスト行きましょう。この試合もね、アザールで得点を奪いたい。よいしょ、軸足当てー、来たー、アザール軸足当て。よいしょ、軸足当てー、来たー、ザール軸足当て、オッケーオッケーオッケー、あそこの突破ですよね。
軸足当て成功ドリブル。うまっ、マジか、うまっ。裏する点決めた後すぐ決められるやつですね、これまさにまさにね。そしてアザール、フィネス、プジョル戻ってくるがルメ逃げで、これをヒールからアザールがこう決めていく。そしてキックオフ後注意だね、これそう、これフラスルが怖いんで、スコールズのフラスルね。うまい、オッケー。足が21、チャンスはね、まあ、やっぱそんなに多くないと思うんでね、数回のチャンスをものにしたいと思います。これね、この動きがあるんで、よっしゃ、手間際らない。オフェンスセンス94のね、強み出して緊急停止から落ち着いていったんだけど、まあそこはね仕方ない。うわちょ待って、今のアザアザ大丈夫か、何が起こった。さあこれラストプレイかな。いや決めて終わったらかっこいいぞこれ。アザール最後決めたらかっこ、あちょっと威力強いかも、ワンチャンある。あらミスったけど、今回はメイン選手しよう代表 FP アザールを使わせてきました。やっぱドリブルですね、いろんなとこできて、まあ、チャンスがねやっぱ守備のところを相手勝てながらもしっかりとやってくれたのは良かったかな。いやー、アザールドリブル楽しかった。またね、いろんな選手を使って試合の方やっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプロー。